はい、どうもスカイです。本日のテーマはモバイルバッテリーです。ワイヤレス充電が対応していて、なおかつモバイルバッテリーというものが、発売されてましたので、そちらのご紹介をしたいと思います。いやー、もうそんなの知ってるよっていう人もいるかと思うんですけど、まあそういう方はブラウザバックしていただいて、私はあの最近ですね、モバイルバッテリーっていう使ってなかったの、あのスマホの充電で1日結構持ってたので使ってなかった、最近見てなかったんですけど、そういったモバイルバッテリーでかつワイヤレス充電が対応しているモデルっていうのが出てたので、そちらのご紹介をしたいと思います。それでは早速いってみましょう。はい、本日紹介する、充電器がですね、こちらのアンカーの、パワーコア3で1万ミリアンペアの、モデルになってます。外観もですね、黒の一色で、スマートフォン、ね、ちょっと一回り大きくなったような、サイズ感ですので、本当に薄くて軽いというほどではないんですけど、持ち運びには十分に便利なポータブルな、モバイルバッテリーだなと思います。でこちらを、買ってあれですね、良かった点と悪かった点についてご紹介できればと思います。でまず良かった点、一番大きな理由が、これワイヤレス充電対応しているので、スマートフォンをここに置くだけで、充電ができると。でそうすると、ケーブルが全く必要なくなるので、あの外でもあの充電器を持っていくときにケーブルが不要になるんですね。あの家の中ではもちろん外でも不要になるので、あの今までだと、充電器を持っていくときにスマートフォンの充電器と、あとそのスマートフォンを接続するためのケーブル、2つ持ち歩かなければいけなかったんですけど、これはもうこれだけ持っていけば、あとこうスマホをポンと上に置いておくだけで充電できるので、スリムに持ち運ぶことができるっていうのが一つ大きなポイントです。ケーブルって結構煩わしいじゃないですか。あのかさばりますし、なんでそれがなくなるっていうのは本当に大きいなと。今までなんかケーブル内蔵されているものとかはあるのしてたんですけど、もうワイヤレス充電で、モバイルバッテリーだったということで、もう完全に外に持っていくときにはケーブルいらずで、充電できるようになりました。でそこが大きな点と、良かった点2つ目が、あの1万ミリアンペアちゃんとあるってことですね。1万ミリアンペアあるので、私 iPhone 12 使ってるんですけど、大体2回以上、2、3回できるかなっていうくらいです。で、充電速度も iPhone 12で30分で 50% ですね。30分で 50% ぐらい回復するので、充電速度もそこそこありながら、しっかり充電ができる、2回以上できるので、基本これを持っていけば、1泊2日とかの旅行でも全然大丈夫ですし、これしっかり入っていれば、本当にしばらくは安心感がある。とてもあのモバイルバッテリー自体に充電がないってことがない、なかなかないような、大容量っていうのが、2つ目の、いいポイントかなと思います。で3つ目のいいポイントなんですけど、こちらは、ワイヤレス充電は、この上の表面でできるんですけど、それだけじゃなくてですね、これ給電用に、ちょっと見づらいですかね、給電用にですね、タイプ A、いわゆるあの iPhone、昔の iPhone にも挿すような USB ポートですね、タイプ A の USB と、あと、USB-C、今だといろんな Android とかでも主流になっているような、タイプ C バージョンの USB、2つがあって、給電できる、タイプ C で給電できるんですけど、出力も実はタイプ C の方でもできて、タイプ A でももちろん出力ができるので、合わせてですね、3つ、タイプ A、タイプ C と、あとこのワイヤレス充電のところで3つ一気に充電ができるんですよ。なので、例えば AirPods をここに、置いて、で、普通のタイプ C で、USB の A で、スマホを充電して、で、ケーブル持ってれば友達のもここに挿して充電ができるとか、そういうふうに3つ一気に充電ができるので、もうこれ1個持っていくだけで、本当に、こういろんな充電がないなって時に一気に全部のデバイスを充電することができるっていうのが本当心強い、デバイスになってます。であとですね、これは若干サブ的な、そんなにすごいいいなっていうところではないんですけど、おまけ機能としてここにですね、なんかちょっとこのシャキッて出せる部分があって、はい、これ何だと思いますかね、これスッてここに角をこう出すことができるんですけど、これ何かというとスマホスタンド、簡易的なスマホスタンドになります。ここの出っ張りの部分に、スマートフォンをこうやって立てかけることができて、縦にも横にも一応立て、ちょっとバランス
取んないといけないですけどね、縦にも横にも立て替えられることができるので、まあ、簡易的なスマホスタンドになるっていうことですね。まあこれ立てかけてるとき充電できないんで、まあ本当におまけ機能みたいな感じなんですけど、まあそういったちょっとした気の利いたところもあるんで、まあこれはおまけではあるんですけど、まああるとちょっと便利かなっていう機能もついてます。まあ、以上が本当にこの買っていろいろ良かった点というか、この買う理由でもあって、このスマホ充電器、ワイヤレス充電器の良かった点になります。逆にこれ買ってあんまりちょっと良くないなというか、微妙だなと思った点はですね、このワイヤレス充電する部分に一応こうゴムというゴム製の素材でこう円が書いてあって、まあ、滑り止めにはなってるんですけど、まあ、やっぱりぴったりくっつかないんで、それを持ってこういろいろポケットに入れとくとか、カバンの中に充電乗せて充電できるみたいな、そういうことそういう使い方はできないんですよ。あくまでもこれを外に出しちゃんと上に置いておくっていうような状況じゃないと充電ができない、まあ、あるいはこう一緒に持つっていう風な形で、充電しないといけないので、そこがちょっと不便ですね。スマートフォンを、まあ、上に乗せて操作することも全然できるんですけど、ちょっとこれ重いんで、まあ、スマートフォンとこう重ねてやると、まあ、普段使ってる感覚よりも重くなっちゃうんで、そこはちょっとやりづらいかなと思います。なんかアンカーの新しいやつって、これマグネット式でこうスマホにカチッってくっつくやつも出てるみたいなんですけど、それだと確か今 5000mAh とかしかなくって、まあ、充電容量がちょっと心もとないのと、あと、まあ、私これそれ買ってないんで正直具体的なレビューは分かんないんですけど、なんか iPhone mini だとはみ出るというか、くっつけた時にちょっと形が合ってないみたいなんですね。っていうのもあって、まあピタッてくっつけるやつは私は買ってないんですけど、まあそういうのもあるみたいです。ただこれはそのマグネットがついてないんで、そういうところは不便なところかなと思いますね。あとですね、まあ、不便というか使っててちょっと、まあ、使いづらいなと思ったところは、この充電器のボタンがこの側面のこっち側にあるんですね。なので、まあ、スマートフォンこう置いただけだと充電されなくて、ボタンをつないと充電されないんですよ、ワイヤレス充電が。なのでどういうことが起こるかというと、まあ、ワイヤレス充電しようと思ってスマホを置くじゃないですか。で充電しようとしたら、このボタンを押さなきゃいけないんですけど、これまあ、この左右ほぼ対称のデザインなので、どっちにボタンがあるのかっていうのが分かんなくなって、まあ、だいたいこう押し、あ、こっちじゃないこっちかみたいな感じで、ちょっとそこの若干の手間が発生するっていうのが、まあ、すごい微妙なところですけど、なんかもう少し分かりやすいボタンの配置、まあ、真ん中じゃないですけど、なんか置くとか、そういうところができたらいいのかなっていう、まあ、スマホ置いちゃうんで、押す場所が難しいんですけど、まあ、ちょっとこのボタンの押しづらさ、分かりづらさっていうのは、まあ、若干ですけど、マイナスポイントかなって思いますね。まあ、ただ、まあ、それを補ってあまりあるというか、しっかりとした大容量で、まあ、割とのそこそこのスピードで充電ができて、まあ、ケーブルいらずっていう、まあ、いろんなメリットがあるんで、まあ、全然私はこれ買って、総論としては良かったかなと思ってます。はい、本日はですね、アンカーの、まあ、ワイヤレス充電器のご紹介をさせていただきました。結構ワイヤレス充電っていうのもどんどん進歩していて、まあ、今だともうケーブル使わないでポータブルで充電できるものも出てきてるんだなっていうふうに思いましたし、まあ、これ自体もそのケーブルで給電することができるので、この机とかの上にですね、ケーブルでこいつ自体を挿しておいて、こいつはずっと充電されているような環境にしておいて、まあ、スマートフォンを家帰ってきた時に置く、まあ、普通ので卓上のワイヤレス充電器としても使えますし、ちょっと、まあ、普段1日であれば、スマートフォンって結構充電しなくて、ポータブル充電器持ってこなくても動かせる、問題ないと思うんですけど、たまにゲームとかやったりとか動画とか見たりとかして充電忘れた時に、スマートフォンの充電があんまりなくて外に出なきゃいけないっていう時には、このケーブルを外してこれを一緒に持っていけば、まあ、1万mAh があるんで、しばらく外でも全然大丈夫っていうような使い方ができるので、ぜひですね、まだワイヤレス充電使ってないっていう人にはですね、卓上のワイヤレス充電器かつポータブルにもなるっていうところで、今家にある、まあ、ケーブルの充電器をからこちらに乗り換えていただいて、使ってみると、いいんじゃないでしょうか。私はこれを買うまではずっとケーブル使ってたんですけど、やっぱりケーブルがなくなることによって本当にちょっとですけど生活が少し楽になりましたね。
本当これ買ってよかったなっていうふうに思いましたので、まあ、皆さんもまだワイヤレス充電使ってないって方がいればぜひそういうあの色々他にもいろいろいい商品まだ出てると思いますけど、まあ、これも参考に、探してみてください。それでは次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。